トランスファーは、四輪駆動車に見られる部品であり、トランスミッションに接続され、エンジン出力をドライブシャフトを介して前後を軸に分配するための機構である。英語圏では主にトランスファーケースと呼ばれるほか、トランスファーギアケース、トランスファーギアボックス、トランスファーボックスとも呼ばれる。オーストラリアでは、ジョッキーボックスという呼称も用いられる。フルタイム四駆、とりわけ、 縦置きエンジン車をベースとしたものでは、センターデフがトランスファーそのものの役割を果たす。1980年代後半以降増加した横置きエンジンの FF 車をベースとしたものでは、デファレンシャルギアが内蔵されたトランスアクスルがトランスファーそのものの役割を果たし、センターデフは前後軸の作動、断続制御しか行わない。パートタイム4駆では、 トランスファーにて前後軸のどちらかへの動力を断絶することで二輪駆動への切り替えを可能とする。ドグクラッチを用いた切り替え式と多番クラッチを用いたトルクスプリット式と呼ばれる自動断続が可能なものがある。クロスカントリー指向の SUV や大型貨物車では高低二足の副変速機を備えているものが多い。トランスファーはエンジンから動力を受け取り、 フロント及びリアの車軸に動力を分配する。この動作はいくつかのギアの組み合わせで行うことができる。しかし、今日製造されるトランスファーは大半がチェーンドライブで駆動を行っている。このような機構はオフロードの走行を目的としたいくつかの四輪駆動車や前輪駆動トラックに装備され、ドライバーの操作で四輪駆動もしくは前輪駆動を制御する。 ドライバーはトランスファーを作動させることによって 2WD モードと 4WD モードを相互に切り替えることができる。この操作はマニュアルトランスミッションのシフトレバーに類似したトランスファーレバーで行われる。いくつかの車両ではトランスファーレバーの代わりに電子式のスイッチで動作させることができる。いわゆるフルタイム 4WD に分類される前輪駆動スポーツ車などの一部の車両では 駆動輪の選択が不可能なトランスファーを持っている。このようなトランスファーは完全に前輪駆動モードにロックされている。ただし2000年代初頭頃までのフルタイム 4WD やスタンバイ式 4WD 車の中には特定の操作で強制的に 2WD への切り替えが行えるものが存在した。これは1990年代は車検制度における検査ラインが フルタイム 4WD に対応していなかった例が見受けられたことや JAF をはじめとするロードサービスのレッカー車が検員を行う際は原則として片軸を持ち上げる形をとっていたことが要因であり片軸検員でのセンターデフやビスカスカップリングの破損を防ぐための措置であった現在の検査ラインはフルタイム 4WD への対応がほぼ完了し ロードサービスのレッカー移動も四輪すべてに台車をかけて、車体側の車輪を回さない対策を取るのが原則となったため、このような機構は近年ではあまり見られなくなっている。トランスファーの中に一段ないし複数のローレンジギアを持つ複変速器を備える場合がある。こうしたローレンジギアはトランスミッションのギア選択とは独立して動作し、トランスファーレバーや 室内の電子スイッチによって制御される。多くのトランスファーは、トランスファーレバーによって 2WD と 4WD の切り替え操作と同時にローレンジギアの選択も行う。ローレンジギアは、車両の歩みを遅くし、車軸のトルクを増加させる効果がある。ローレンジギアは、オフロードにおけるロッククローリングなどの極端なアクロ走行において、 急角度の坂をと反する際や極端な段差のあるセクションを徒歩程度の速度で慎重にクリアする際等に利用される他や重い荷物を牽引する際などに用いられる。この機能は全輪駆動のスポーツカーや乗用車では多くの場合省略されている。重機や軍用トラックなどのいくつかの非常に大きな車両は複数のローレンジギアを持つ場合がある。通常は ハイラボディ貨物自動車として販売される軽トラックやライトトラックをダンプカーとして仮装したものの中にはトランスファーを利用してダンプ昇降用のパワーテイクオフを実装しているものが見受けられる。またウィンチを装備する際にもダンプと同様にトランスファーで駆動を切り替えて動力を取り出す方式のパワーテイクオフが実装される場合がある。パートタイム式 4WD システムを持つ多くの オフロード向け 4WD 車やオードトラック、EN、トラギーと呼ばれる競技専用車やロッククローリング競技車、軍用車両はトランスファーレバーなどで 2WD、4WD、はい、ロー切り替えが行える。スポーツカーで使われているフルタイム式 4WD システムのものは通常、ドライバーからは切り替えが行えず、トランスファーレバーも備えられていない。 トランスファーには大きく分けて2種類の内部構造があり、一つは、ギア駆動によって、前後のドライブシャフトに駆動力を伝えるものである。副変速機構を含む非常に強固で重いユニットが、大型トラックで使われるほか、横置きエンジンのトランスアクスル内に副変速機構を持たない、オープンデフを内蔵し、駆動切り替えのみを、プロペラシャフト中間のセンターデフかビスカスカップリングで、 行う比較的簡素なトランスファーが一般的な乗用車でも用いられる。この形式での日本車におけるハイパワー車の事例では三菱、ランサーエーボリューションやスバルインプレッサが代表例である。もう一つの機構はチェーン駆動によるものでサイレントチェーンによって両方、または非直結側の車軸のみを駆動することになる。チェーン駆動式はギア駆動式と比較して 静粛、軽量であり、主に小型トラック、フルサイズトラック、ジープや SUV などの車両で使用されている。日本車では、鈴木ジムニーに代表される K4WDE や R32 型以降の日産、スカイライン GT-R のアクティブトルクスプリット機構などにもこの形式が用いられている。一部のオフロード車愛好家は、さらなる強度を求めるため、 重量と騒音の増加を妥協してでもこの形式のトランスファーを儀役動式に取り替える場合がある。トランスファーの形態には独立型と結合型及び内蔵型が存在する。結合型トランスファーはトランスミッションとは独立した筐体を持ちトランスミッションに直接ボルトで固定されている。結合型トランスファーは場合によっては トランスミッションのケーシングを共有する形で内蔵される場合がある。この形式はギアオイルもトランスミッションと共有することになる。こうした内蔵型トランスファーはトランスアクスルを採用する車体に多く見られ、日本車ではスバルの製品が代表的であるが、その他の全輪駆動車をベースとした 4WD 車にもしばしば見受けられる。 独立型トランスファーはトランスミッションからは分離された箇所にトランスファーが設けられる。この形式の場合、トランスミッションのアウトプットシャフトから取り出された出力は短いドライブシャフトを通じてトランスファーに伝達され前後の車軸に分配される。結合型および内蔵型トランスファーは今日のほとんどの 4WD 車で採用されているが、 多くの縦置きコ輪リング同社をベースとしたピックアップトラックや SUV では独立したトランスファーケースを持つ結合計を採用している。完全に独立したトランスファーは非常に長いホイールベースを持つ車両を、とりわけ商用トラックや軍用トラックに多く見られる。トランスファーレバーを用いる手動式トランスファーの場合、レバーは運転席側のフロア上に配置され、全車軸に ロックとアンロックまたはフリーと表記された手動式フリーホイールハブが装備される。後述の自動式トランスファーが登場するまでの過渡期には自動式フリーホイールハブを装備する場合もあり、走行中の 2WD、4WD 切り替え操作をある程度許容することが多い。4WD 状態で長時間走行する場合には、 4H レンジで走行する際は、トランスファーの冷却のために1時間未満の30マイルごとに低速走行を行う必要がある。4リットルレンジに切り替える場合には、一旦停止した後にトランスミッションをニュートラルにシフトした後に切り替える必要があるが、ごく稀な例として、前述のスーパーシフト4-2のように、2段副変速機と4速、MT を掛け合わせた8段変速を走行中の、 変速の基本事項とした車両も存在する。エレクトロニックシフトオンザフライを採用している自動式トランスファーの場合、ダッシュボードにトランスファー切り替えスイッチやボタンが内蔵されている。スバルサンバーのパートタイム 4W d 車のように MT シフトノブに切り替えスイッチが装備されている場合もある。自動式フリーハブの切り替えスイッチも同様に設けられているか。 トランスファー切り替えと連動して動作するようになっている。一部の車両ではセンターコンソールにスライダースイッチを持つものがあり、ジープチェロキーではセレックトラックと呼ばれる。このシステムはモーターあるいは負圧駆動の自動式、フリーハブが装備され、手動式トランスファーと異なり、車両が停止中、または時速55マイル以下の任意の速度下でトランスファーの切り替えが行える。 多くの不正地専用トラックには、トランスミッションとともに2つのトランスファーが装備されており、非常に高い車高を確保している。これに、コーピニオン角を持つカスタムドライブシャフトを組み合わせることで、ポータルアクスルなどの高価なシステムを採用することなく、製造費用を節約している。モンスタートラックやマットトラックのほとんどは、フルタイム 4WD であり、 トランスミッション内での変速ではなく、デュアルトランスファーの切り替えの組み合わせのみで3段階の変速を実現している。これらのトラックは現場内を常に一定の速度で走行することが要求されるので、トランスミッションそのものには1速もしくは2速の前進ギアと後退ギアしか必要とされないためである。3段階の副変速を目的としたデュアルトランスファー構成は、 ロッククローリング競技への参加を目的としたチューニングカーでも用いられることがある。トランスファー、トランスファーという言葉自体は英語では移動、移転、移管、持ち運び、転送、乗り換え、乗り換え駅などを意味する。ありがとうございます。